おいおいおい、なんて勝つだよ一体。うむ、見るからに凄まじい物量だ。まったく、忙しい戦いになりそうね。加えてブレイブハートの増幅効果もない。本当に勝てるのか。それでもやるしかないのだ。和也さんからの指揮はいつも通りです。私はそれを信じて戦います。ジュニエブル、カルバデス、ベネディクタイ、バカモンドンがここでしまいにしてくれる。覚悟なさい。攻撃開始するのだ。被弾した。何、かすり傷だ。当たりなのだ。片付いたわ。この程度なら敵じゃないわね。ジュニエブル、カルバデス、ベネディクタイ、せめてこのわらわの手で成敗してくれる。どうだ。よーしなのだ。知れ者め、このような姿になり果ておって。余裕じゃな。命中した。うまくかわされたのだ。オッケー、ヒットしたぞ。よし、あれは効いたな。目標確認じゃ。当たらないのだ。受けられたな。回避できたのだ。攻撃を回避。オッケー、ヒットしたぞ。逃げられたのだ。命中なのだ。攻撃を回避しました。グレイト大当たり。敵にダメージを与えました。今こそゼフィルスか。当たった。どうだ。そんな弾になるほど。敵へ補足。行くわよ。命中です。少なくなっておる。攻撃成功なのだ。よーしなのだ。わらわが奥の手、準備完了じゃ。ゼフィルス、ダメージ最高なのだ。そのニードル、ウルシッド。よしかな。今の僕のしました。もうきっとナノマシンでも敵艦大破。行くぜ。了解。
皆の者、しばし間をつなぐのじゃ。わかった。はい、我らは補給に戻る。皆の者、しばし間をつなぐのじゃ。助かったわい。わかった。よし、あれは聞いたな。非正攻撃。エネルギーはまだ半分あるわ。一応でも平気です。今ならあれが撃てそう。ヘキサクロスブレイク。かわったぞ。攻撃を回避しました。魂目標破壊、楽勝よ。弱弾を確認。4番機了解。チャンス！いきますよ！了解！ハイパーブラスター！いきます！敵にダメージを与えた！次で決めよう！ハイパーブラスター！わかった！補給開始。くらえ！攻撃成功。4番機、一度船に帰るわよ。4番機了解。おっと、危ねえ危ねえ。決まりだ。回復したのだ。感謝感激なのだ。ちょっとギリギリでした。OKだ。これでまた
戦える。あの3人に同情は無用だ。フォトンダイバー、攻撃成功なのだ。目標破壊。クレイダー攻撃開始。敵を成敗したぞ。イーグルゲイザー攻撃を回避。当たったようじゃな。当たりなのだ。ええ、いいわよ。オッケー、ヒットしたぞ。よかった、攻撃当たりです。たまに当たってしまうと4番機屈辱だ。目標を撃破したわ。チッ、避けきれなかったか。敵一体を排除した。サガラの、あんたが絶好調なのだ。敵を確認。逃がしはしないよ。ハリ千本行くの。ニードル。嬉しいか。とどめは刺し損ねた。心得ました。わらわが奥の手、準備完了じゃ。わらわの秘技ゼフィルスダメージ撃墜なのだ。敵発見。確認いきます。オッケー、敵遺跡はヒットしたぞ。攻撃2番機回避したぜ。どうじゃ、見たか。攻撃成功。わかった。どうじゃ、見たか。敵を確認。逃がしはしないよ。うわ、攻撃成功なのだ。補給に行きたいものじゃな。命中したぞ。敵に命中した。敵を見つけたのだ。当たりちゃー、うん、当たったようじゃな。回避成功。そこね、逃がさないわよ。一旦補給に帰るぞ。エネルギー、機体強度ともに回復した。補給終了。さて、モンスターバレしてくるか。はぁ、助かったな。補給を完了した。ありがとうございます。すぐに戦線に戻る。これでまた全力で戦います。Thank you.
行くぜ。よし、攻撃開始だ。攻撃始めるのだ。敵艦隊、すべて沈黙した模様です。よし、とりあえず一段落。エンジェル隊、全機帰還してくれ。ルーンエンジェル隊、帰還しました。みんな、ありがとう。あんたの指揮もさすがだったわよ。それじゃあ、一旦戻ろうかしら。終わったんですわね。ああ、僕たちの勝ちだよ。夏目。夏目さん。愚か者が国を裏切り、わらわを裏切り、挙句の果てにあのような姿になり果ておって。ジュニエブル、そちは誠に負ったわけじゃ。夏目、最後まで手厳しいな。カルーは？いや、これは。ジュニエブル、まだ生きておったのか。まあね。だけど派手に壊してくれたね。おかげさまで、もう動くこともできないよ。ジュニエブル。艦長殿、最後に一つだけ忠告をしてあげるよ。何かしら。これで、君たちはめでたく、ウィルの試練に合格したことになる。ウィルは恐ろしい存在だ。だけど、もう君たちは認められているはず。いいかい？たとえ、アルフに何を提案されても、決して逆らわず、受け入れるんだよ。八時の方角に高エネルギー反応！ジュニエブル艦に向かっています！何？さよなら、夏目。宇宙服もつけずにあんなところに。やはり人間ではなかったというわけね。ジュニエブル、なんという大きさだ。これではこのルクシオールすら小さく感じる。ああ、強力なペンチャー、再び通信の要請してきました。アルフ、つないでちょうだい。いや、素晴らしい、素晴らしい。重力の渦を突破し、ハンデを背負った状態で三光尺を撃破する。あなたたちは見事、課せられたテストを全てクリアしてみせました。おめでとう。心から祝福いたします。そう、それはありがとう。これで名実ともに合格です。あなた方こそ鍵を手にするにふさわしい。そう、無限回廊の鍵はあなた方に託しましょう。鍵？鍵とは何かしら。ああ、これは失礼。列島文明の方にはそこから説明しなくてはなりませんね。で、列島文明だって。鍵というのは概念的な通称に過ぎません。この無限回廊を行き来するための技術そのもの。我々はそれを鍵と呼んでいるのです。何ですって？それを私たちに教えるっていうの？ええ、そうです。
魅力的な話でしょう。そうね。なぜそんな素晴らしい技術を私たちにくださるのか、そのあたりを詳しく聞かせていただこうかしら。わかりました。私どもの理想ご説明しましょう。まずすでにお察しのことと存じますが、私どもはノイエ、エデン、いずれの文明圏にも属さない存在であり、あなた方よりもはるかに高度な文明を保持しております。この高度な文明を他世界にも広く普及して差し上げること、これが私どもの目的なのです。文明を普及させる？そう。ちょうどあなた方 UPW が未開発な宇宙に対して行っていること、それと全く同様の目的を持って私どもは活動しています。違うことといえば、 UPW の広める技術よりもはるかに進んでることくらいでしょうか。どの程度進んでいるかは、すでにその一端をご覧いただいているかと思います。私どもの持つ素晴らしい技術をあなた方にもぜひ享受していただきたいのです。ですが誰にでも差し上げるというわけには参りません。少なくとも私どもの文明の力を最初に得る者たちは、私どもの理想を理解し、またその普及に協力し、かつそれなりの技量を備えたものであってほしいのです。ということは、もしかして今までのテストはそのための？はい、その通りです。劣等文明しか知らない人間にとってはかなり厳しい試験だったはずですが、あなた方は見事それを突破いたしました。あなた方ほどの素養があれば、私どもが与える文明を立派に使いこなし、そしてそれを世界に普及させるための人員となることができるでしょう。あとは私どもの理想を理解し、それにご協力いただく約束さえいただければ、手始めにこの無限回廊を行き来する技術からお教えいたします。ちょっと聞くけど、白き月をエデンからノイエに持ってきたのも無限回路を利用したわけよね。ええ、そうです。この技術を利用すれば平行宇宙間の移動にアブソリュートを介する必要はなくなる。つまりゲートも不要になるってことかしら。はい、その通りです。お姉ちゃんが自由に。そうか、ゲートがいらなくなればミルフィーさんも。そう、数々の試験に合格したあなた方にはその力を得る資格があるのです。さあ、私どもからの贈り物受けていただけますね。ココさん。艦長、艦長、この話慎重になった方が良いかと思います。何かうさんくささを感じます。これだけの技術ただ提供するなどありえない。協力をするという言葉も気になります。そこの
副官殿、私を疑っていますね。お気持ちはわかります。しかし全てを己の尺度で測ってはなりませんよ。そもそも UPW とて持てる技術を無償で提供しているではありませんか。それと同じことです。どうなんだ、パルフェの言っていることは本当なのか。もし本当ならミルフィーさんを解放できる方法が目の前にあることになる。だけどもしそうだとしても、こいつが今回の事件を引き起こした張本人なのは間違いない。ジュニエブルたちを僕らに始末させたのも全部こいつがやったことなんだ。ここはどう判断すればいいんだ。ココさん、カズヤ、この話僕は受けるべきだと思う。どうして。どうしても何も断る理由が見つからない。確かに相手の思惑はわからないが、もらえるものはもらっておくべきだ。この技術は確実に世界のためになる。相手のやり方が気に入らないからといってそれで断るのは公私混同だ。そうなのか、本当にそれでいいのか。艦長殿、何を迷っておいでです。何かご不明な点でも。一つ私からも質問があるわ。いいかしら。どうぞ。仮に私たちがこの話を受けたとして、あなたは具体的に今後どうやってその理想を実現していくのかしら。その手順と方法を教えてほしいわ。そんなことですか。いいですよ、お答えいたしましょう。まず手始めに、あなた方の中から神と女神を選出いたします。か、神？女神ですの？はい。私どもの文明は神および女神と呼ばれる存在を頂点に成り立っています。ゆえに私どもの文明を受け入れていただく以上、そこはこちらの流儀に従っていただくことになります。神、そして女神、二大君主制ということなのか。君主とは多少違いますね。神も女神も下々に神託を下す絶対的存在です。神および女神に選ばれた二人には、あなた方では想像もつかぬような英知が瞬間にして備わります。脳の改造手術でもするというのか。いえいえ、ご心配なく。そのような野蛮な真似はいたしません。ただオーブに触れさえすればよいのです。オーブ、オーブとは何だ。オーブはオーブです。すべてを知るもの。それ以上でもそれ以下でもありません。先ほども言ったように、神および女神はあなた方の中から選ばせていただきます。逆に選ばれなかったものはニシンに仕える神のことし、私どもと共に文明を普及させる、いわば実動部隊となっていただきます。そして神と女神からもたらされる力を背景に、エデンやノイエの文明、果ては全平行宇宙の文明を新しいものに
置き換えてゆくのです。置き換えるですって？はい、完全に置き換えます。では今ある文明はどうなるのかしら？多様に発展してきた文明は？なぜそのようなことを聞くのですか？最も優れた文明がもたらされるのです。そのようなもの気にする必要はないでしょう。もちろん全て痕跡も残さず消去いたしますよ。なるほどね。今の返答で私の心は決まったわ。みんないいかしら？オーケーだ。私の心も決まった。はい、艦長のお心のままに。私もココさんの判断を信じます。艦長はそっちじゃからな。じゃが考えは一緒であろう。ココさん、きっとみんな同じ意見ですわ。なのなのもオーケーなのだ。返事は任せたのだ。聞く前から予想できるけど、とにかく言ってやったら。おや、任せたぜ、ココ。ココさん、お願いします。わかったわ。それじゃあ待ってください。ロゼル、ロゼル君。あ、いや、それが艦長のご判断でしたら僕にも依存はありません。ですが一つだけ最後に聞いておきたいことがあって。よろしいですか？ええ、構わないけど。ではパルフェよ。何ですか？あなたは今具体的に誰を神に選ぶつもりでいるのですか？うん、優れた判断力とカリスマ性、そして志を貫く強い意志を持った人物、総合的に考慮し候補は二人に絞られています。一人目はカズヤ・シラナミ。え、僕が？はい、エンジェル隊を率いる統率力と魅力、そして優れた指揮能力。先の戦いであえてブレイブハートの使用を禁じたのは、あなたの指揮能力が確かであることを今一度確かめたかったからです。そして二人目はロゼル・マティウス。そう、あなたです。あなたに関しては優れた個人能力を評価させていただきました。カズヤ・シラナミかロゼル・マティウスか、いずれが神になったとしても正しく人類を新しい文明へと導いてくれると思われます。最終的にどちらになさるかはご当人同士で話し合ってお決めください。ご決着がつかないようでしたら、その時はこちらで決めさせていただきます。僕かカズヤが、神、ロゼル。またつがいとなる女神は神に選んでいただく習わしになっています。神と女神、この二人はお互いに資することはありません。一つがいとなり新しい文明世界に永遠に君臨していくのです。永遠に死なない一つがいの神と女神。ロゼル！ロゼルさん。大丈夫、わかってるよ。
ちょっと面白いなって思っただけさ。ロゼル、時間を取って失礼しました。艦長、ご返答を。ええ、そうね。あれ、ココさん、気が変わったわ。ここは私なんかより神様に答えてもらいましょう。カズヤ君、後の返事任せたわ。え、僕それはいい、頼むよ隊長。好きにしたら、こんなチャンス二度とないわよ。そう。カズヤさん、カズヤさんの思う通りにおっしゃったらいいと思いますわ。私たちみんな同じ意見ですもの。カルーア。それじゃあ、カズヤ白波、艦長に代わってご返事いたします。僕は、神になんてなりたくありません。お断りします。なんですって。断る。確認のため、もう一度おっしゃっていただけますか。あなたが与えようという無限回廊の技術、その他さまざまな先進技術、そして僕かロゼルが神となり新しい世界の支配者として君臨していく。ルクシオールはそんな世界を作ることに協力できません。なんと。あなたは僕たち UPW の活動を持ち出し、自分もそれと同じだという。でもそれは違う。あなたは UPW を誤解している。それぞれの宇宙が独自の文明を復活させ、それぞれの力で支援を広げていく。いずれの文明も突出してしまうこともない共和的な平行宇宙ネットワーク、それが UPW の目指すものなのさ。 UPW がしていることは先進的な技術の押し付けじゃない。技術を提供することはあっても、それは単なる支援に過ぎないんだ。だけどあなたのやろうとしていることは邪悪だ。邪悪。そう、仮に高度な文明を与えられたとしても、それを使うのは今そこに住んでいる人たち。その人たちの築いてきた多様な文明を滅ぼしていいはずがない。目の前に理想郷が広がっているのですよ。あなたはそれを拒絶して、全人類の幸福への道を断とうというのですか。今ある文明を破壊して、その上に築く理想郷、僕たち人類にとってそれが幸福であるとは思えません。僕たちは僕たち自身の力で発展する道を選びます。よく言った。 OK だ。それでこそ我々の隊長だ。はい、私もそう思います。やれやれ、すまぬな、ジュニエブル。そっちの最後の忠告、わらわには守れなんだ。まあ正直少しもったいない気もしないで。でも僕も賛成だ。強制的な支配なんてエンジェル隊の柄じゃない。街を壊して回るなんてごめんなのだ。私同じ気持ちですね。というわけで、これが私たちの総意なの。残念ですけどね。信じがたい。そんな選択をするなど愚かすぎる。三皇たちがあれほど奪い合おうとした神の座、その価値が理解できないのか。ならばここにいる者たちは皆イレギュラーなのか。そうか、イレギュラーならば消さねばならない。不純物は取り除いてしまわなくては
オーブの計画に支障が生じる。イレギュラー排除実行。排除実行、つまり戦うということよね。みんなごめん、これが僕の答えなんだ。いいえ、和也さん、ここにいる全員の答えですわ。そうだね、よし、みんな必ず勝つぞ。パルフェ艦の周囲に時空湾曲反応、ねじれた時空から次々と戦艦が出現してきます。時空の狭間に戦艦を隠しておくなんて洒落たことするじゃない。これも無限回路の鍵の力。パルフェ艦の周囲には強力なエネルギーシールドがあるようです。距離があるため詳細なデータは不明ですが、シールドの強度としてはおそらく先の影の月に匹敵するものと予想されます。そう、それなら私たちの取る作戦は一つ、ブリーフィングルームに集合よ。了解なのだ。みんな、敵は今ある私たちの文明を破壊し自分たちの先進文明を押し付けようとしている。私たちは UPW として絶対にこれを阻止しなくてはいけないわ。こうなった以上遠慮は無用、目標はパルフェ艦の撃破。いいわね。了解なのだ。ただしパルフェ艦の周りには非常に強力なエネルギーシールドがあり、直接攻撃を加えたところでおそらくびくともしないでしょう。このシールドを破れる兵器が私たちにあるとしたら、それはただ一つ、デュアルクロノブレイクキャノン。そうです。でも確実に相手のシールドに当てるためにはある程度の射程まで近づかなければいけない。今からそのための作戦を説明します。これがミッションエリアのスキャン結果よ。ルクシオールはここ、そしてパルフェ艦はこの位置に存在するわ。周りにはエネルギーシールドが敷かれていて、こちらからの攻撃は一切受け付けない。そこでルクシオールはこの位置まで移動し、ここからデュアルクロノブレイクキャノンを発射、シールドを破壊。この時同時にパルフェ艦を破壊できれば問題ないんだけど、シールドのみの破壊にとどまった場合はパルフェ艦の集中攻撃に移行します。よって今回のミッション目標はルクシオールをこのエリアまで到達させること。ではこの船をまっすぐ進ませればよいのだな。いいえ、それがそうもいかないの。というと？タピオ。はい、こちらをご覧ください。パルフェ艦の前方には巨大な砲台が設置されています。先ほどジュニエーブルの船を一撃で沈めた非常に強力なキャノン砲です。そうか、もしこれに撃ち抜かれでもしたら。はい、どれほどのダメージを受けるか予想もつきません。まっすぐ進んだら的にされるってわけだな。では迂回ルートを確保するわけですね。いえ、それは無駄というものです。どうしてなのだ？ミッションエリアには障害物とおぼしきものは一切存在しません。ですからどのように迂回しようとパルフェ艦は回答し、ルクシオールを車線から逃すことはないでしょう。あらあら、どうしたもんかしらね。なんとか回避する方法はないんですか？一つだけ手立てがあります。ジュニエーブル艦を沈めた先ほどの射撃を分析したところ、この兵器はその威力からも分かる通りかなりのエネルギーを消費しています。その影響からと推測されますが、パルフェ艦はキャノン発射直前のわずかな時間、行動不能となるようなのです。なるほど、つまり発射の直前に車線から外れることができれば。はい、おそらく攻撃をかわせます。この場合車線に対して垂直方向へ回避するのが最も効率的でしょう。いいですね、敵キャノンにエネルギーが集まりだしたら即座にルクシオールを移動です。白波少尉は特にそのことに注意して戦闘に臨んでください。わかりました。
いよいよ大詰めだな。ああ、きっとこの一戦が全てを決める戦いになる。テキーラ、お願いがあるんだけど。分かってるわ。私も同じお願いをあんたにしようと思ってたところ。うん、テキーラ、僕と合体してくれ。オーケー。アブソリュートへの扉を開いたときは放課後をあの子に譲ったけれど、今回は私があんたと奇跡を起こしてみせるわ。ああ、ありがとう、テキーラ。よし、みんな行くぞ。了解だ。